この番組では劇場にまつわる不思議な話怪談話を皆さんに聞いていただいたりもしていますそれは私が漫才師で私の周りに演芸の大先輩がいらっしゃったりその演芸の歴史を教えていただいたりその中であこれは不思議だな怪談だなということを皆さんにご紹介していますでその劇場っていうのは大体が演芸場なんですよ ただね、今回は違うんですよね。ストリップ劇場。その不思議なお話なんです。私が所属する松竹芸能という事務所、その事務所の大先輩に、酒井邦雄徹師匠という大師匠がいらっしゃいます。 現在ももちろん活躍中なんですけども、ご兄弟のコンビです。その国を通る師匠が若かりし頃、20代の頃、その頃に体験した不思議なお話なんですよね。師匠方が若かった頃っていうのは、巡業というね、仕事が多かったそうです。言葉は悪いですけども、土砂回りという言い方をした。どういう仕事かと言いますと、 芸人さんっていうのは大体その演芸場を主戦にしてそこでこう一日いろんな出し物演芸の中で漫才を披露してというそういうお仕事これがまあ当時はそれがね一級品の仕事と言って言われていたそうですただその土佐回りっていうのはお金にはなるんですけども過酷な条件全国つつ裏裏いろんなところを旅して回るというそういうお仕事それがあったそうですよ 当時国を通る師匠もその土佐回り巡業というところでいろんなところを回っていたその中の一つにねストリップ劇場があったというんですよストリップ劇場と言いますとなんかこの街の繁華街の中にうーんすごく賑やかな感じでネオンがねキラキラ光ってる感じのそういうイメージを持たれる方多いと思うんですが師匠方が若かった頃のその巡業先のストリップ劇場というのは 劇場というよりもストリップ小屋というふうに近いかもしれませんね。そういう表現の方が。まあ小さな小さな古い建物。昔はひょっとしたらお芝居で使われていたような、そういう劇場にストリップ。当時の娯楽の中心というのはどうしても男性のお客様っていうのが念頭に置いてたりもしたんで、その出し物っていうのが一番お客様を集めるような、そういう演目だったんでしょうね。それを ストリップとストリップの合間に国を通る師匠が漫才をする。その巡業の中でお二人が立ち寄った場所っていうのが東北の小さな小さなストリップ劇場だったんです。当時はね、そのストリップっていうのは花形でしたから、どんだけ小さな町、もう村に近いような町でも、やっぱり連日賑わってたっていうんですね。で、その合間に漫才で登場する。 いいお客さんでね、盛り上がっていた。終わって、まあ、控え室に戻ってくるんですよ。男性の出演者っていうのは自分たちだけでしたからね。で、楽屋も自分たちだけの楽屋。そんなに大きい場所ではないんですけど、そこはゆっくりと使える。当時の土砂回り、巡業っていうのは、駅前に洒落たね、泊まるような施設なんかもありませんし、ホテルなんかももちろんない。ですから、その出演した小屋の 控えす楽屋で寝泊まりをして、翌朝また次の場所へ旅立つっていうのが、そういうのが多かったそうですよ。出番を終えて戻ってきたその楽屋が、今日の泊まる場所だったりもするっていうことなんですよね。ただね、トール師匠の方が弟さんですけども、なんかね、嫌な感じ、雰囲気を感じ取ったっていうんです。それどういうことかというと、 二人で劇場に入って楽屋をパッと入った瞬間に何か違和感感じた。天井の方にスッと目が行くって言うんですよ。で、天井の方スッと見たらね、古い古い建物ですから、太いね、針がドーンとこ通ってるって言うんですよ。これは昔の建物らしくあるんですけどね。その針のところに針金というかワイヤーというかね、そういうものが輪っかを作った状態になって、 それがね、針のところにぶら下がってるって言うんですよ。あれと思った。で、すかさずね、通る師がお兄さんの国尾師に、兄貴、これ、おかしくないか針になんでこんな輪っか吊るしてんだろうっていう話になった。な、国尾師が、うん、ハンガーでもかけるようになってのかなってこうなったんですよ。ただね、ハンガーをかけるには、 高いところですからね、針ですから。それやろうと思ったら、なんか台を持ってくるとか、椅子を持ってきて、上に乗ってやらないといけない。おかしいなーってなってた。で、しかも、ね、こっちに服だったらかけるとこがあるから、こんな意味ないんじゃないかって話になった。そうだなと思ってた。で、その日出番も終わりまして、結局その日はね、その、控え室楽園に泊まるということですから。 そうしたら、さっきまで出演していたストリッパーのお姉さんがね、楽屋の方パワーップ来た。あ,あ、芸人さん、芸人さん、東京から来たんでしょうってなった。今日泊まるんだよね、ここに。そうですよ。そのお姉さんは、その近くに住んでいるそうですね。ですから、ほぼ毎日そこに出番がある。するとね、そのお姉さんが、芸人さんさ、これ、上の梁のところにぶら下がってる輪っか。 これなんかおかしいと思わないってこういうふうに言った。おかしいと思わないっていうのは気にならないかという意味ですよね。もちろん気になってますから。ただそこは芸人ですからね。トール師匠がやっぱり芸人さんですから。ちょっとそこはいい返しもしないといけないと思ったので。ああ、これね。いつでも首を釣れるようにこんなことしてるんですよね。ってこう言ったんですよ。 そしたらお姉さんがね、ハフって笑うかなと思ったら、急に真顔になりましてね、芸人さんそれなんで知ってるのって言ったって言うんですよ。その目は自分をからかうような目かなって一瞬見たんですけどね、目の奥底から固まってるような、そんな表情になってるって言うんです。で、通る人がね、 え本当なんですかって言った。そしたらそのお姉さんが、3ヶ月前のことなんだけど、この劇場に泊まりで来ていた段差の若い子がいてね、この学園で泊まってたんだけど、朝小屋主さんが見たら、その針のところで、 首つって死んでたのよ。えそう。あの輪っか。って言うって言うんですよ。でね、その瞬間、通る署が、はまたまたまたそんな、僕をからかおうとしてるんですかって言った。そらそうですよ。首をつったそういうもの、それをまさかそんなところを置いたままにすることもおかしい。 だからそうやって笑ったんですけどね。そしたらそのお姉さんがますます真顔になって。もちろん、針のところには最初何にもなかったんだ。でも、その女の子、自分でその輪っか、あそこに通して作ってるのよ。針金っていうのかさ、それ、どこからどうして、 ここに持ってきたか用意したかもわかんないのよ。しかもね、それ首つった後警察来るでしょいろいろ調べるんだけど、全くその後、遺体だけ下ろしてあのままで帰っちゃったのよって言ったって言うんですよ。当時、もうそれが例えば捜査が終わっていろいろ 見分した後、そのままその針金を残したまま帰ったっていうんですね。それはもしロープだったりそういう紐でやっていたら切るなりなんなりしたんでしょうが、針のところにそういうものがかかってるということ自体が、それがもともとあったものだと思われても仕方がなかったとも思うんですよね。で、そのお姉さんが言うんですよ。それでさ、そのまま帰っちゃったから、 あと、小屋主さんがね、もう大変な状況になってたこの楽屋、全部きれいに掃除して、最後その針のところにあった、吊るしてるその針金を外そうとしたのよ。でもそれね、椅子を置いてその上に小屋主さん上がって作業するんだけど、硬いのよ。そんな簡単にそのねじれてるものが元に戻らないのよ。そうなんですよ。 ワイヤーというかね、太い針金を通してくるくるくるってこう巻いてるような状態になって引っ掛けてますから、それがね、若い女の子の力で、どうやってそれをやったんだっていうことなんですよ。かといって、誰がどう見たって事件性はなかったっていうんです。そこのストリップ劇場っていうのは、まあ横にその小屋主さんの家もありますから、 そのの建物自自体が自分の家へ同然ですしね。ですから別に見回りも何も人が出入りおかしい人が入るのも分かってるって言うんですよ。でその女の子は一人だし誰かが出入りしているような気配もなかった。もちろん捜査をした中でそういうものも分からなかった出てこなかった。だから自分でその女の子はその太い針金をそこに通して巻いてるって言うんですよ。 そんな力、若い子にあるのかなと思った。で、その小屋主さんは、その針金を外そうと思って、道具を使ってやるんですよ。やるんですけど、硬くて外れない。で、その作業の最中に、下の台のね、椅子がバランスおかしくなって、足踏み外すような感じになってね、倒れて、腕の骨、ひびいったっていうんですね。それでその小屋主さんは、ああ、これは、 外そうとすることがダメなんだって言い出して、その輪っかの部分っていうのはもちろんお酒で綺麗に拭いて清めて、まあ消毒というのかそういう形もして、そしてね、芸人さん、その学園のさ、壁のところにお札貼ってるでしょって言った。で、通る人しょ、ふっとお札見た。貼ってるんですよ。もちろんその学園に入った時から、 視界には入ってたんでしょうけど、それってね、商売繁盛のためにやってるっていうのは普通に思いますから、でもそうじゃなかった。針に吊るしてある輪っか、そしてそこで亡くなった若い女の子、それを沈めるために、そのお札っていうのが貼られていたんですよね。で、その日、その話を聞いて、国を通る人はその控え室に、 寝泊まりするんですよ。かといって朝までの間に何か亡霊が現れたとかそういうわけではなかったなかったんですけどせんべい布団にね自分たちこう入りながらずっと寝ながらやっぱり気になって眠れないんですよ寝つけないんですよその寝つけない理由の一つ何かが出てくるというわけではないんですけどずっと上のところのね 吊るされた、その輪っかがギシッギシッ音を立ててたっていうんです。その話をね、国を通る人に私が伺いました。あれは気持ち悪かったなぁっておっしゃってるんですけど、思ったんですよ。輪っかがギシッギシッってなってたっていうのは、それは重み、その 女の人がその針の輪っかで首を吊った時自分の体がそこに吊るされた時の重さ重みその状態のその音が針に伝わってギシギシ鳴ってたんじゃないかなと思うんですよね声主さんがそれを外そうとしても硬かった取れない取れないっていう時も実はその女の人の重みがその部分にずーっと とかかっていて、びくともしなかったのかもしれません。なぜ若い女の人が、か弱いその力で、その太い針金というかワイヤーというかそれを巻くことができたのか、それも不思議な話です。人間というのはその今の際になると、不思議な力が出てきたりもするんでしょうか。そして、その場所に、 ずっとそれをとどめておいてほしいというものが何かあるんでしょうか気づいてほしいという気持ち弔い続けてほしいと思う気持ちがその輪っかを外せないようにしたのかもしれません。<music>